今回は Wiz ライブジム2015エピックナイト直前記念、過去のライブで最前列を取っちゃった時のお話。はい、いよいよね、来週からはもうビーズの新しいツアーエピックナイトが始まりますので、ライブの、まあお話なんかをしたいなと思います。実はね、過去に、ファンクラブバックですけれども、SS 席の最前列を取ったことがありまして、その時のお話をしたいと思います。で、その時はね、まあこう映ってますけども、アクションツアー、エンドレスサマー、カモン、エンドマジック、グロリーデイズとあります。で、もちろんこれにも全部参戦してるんですが、これじゃなくて、同じライブでもソロでした。稲葉さんのソロの、こちらの2010年に行われました、コーシー稲葉ライブ2010エン2ですね。こちらの時に、SS2 枚申し込んで、当選しました。で、実際、まあ、一般発売もそうなんですけれども、今っていうのは、チケットを確保しても、座席が現地に行かないとわからない仕組みになってますね。で、まあ、これその時のものじゃないんですけども、こちらは、2013年のですね、25周年ツアーの日産スタジアムの時の、ファンクラブ枠のものですね。で、こちらは、まあ、S 席だったんですけれども、一応名前は、隠してます。で、2013年の9月22日の日産スタジアムですね。こちらがまあ25周年ツアーだったんですけども、ぶっちゃけ言うと、これ、私の誕生日です。ということで、まあそれはまあ別として、で、こういった感じで、毎回、バーコードがありますよね。で、バーコードが今ついてまして、で、こちらを、入場ゲートで S 席と SS 席と分かれます。で、SS 席の方はこちらみたいな入場ゲートがありますので、でそこに行くと、まあ、バーコードをスキャンする機械があります、入場ゲートに。で、そちらのところでこのバーコードをピッとスキャンすると、入場券、座席券がタタ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 と出てきます。で、それがまあ一般なんですけれども、SS 席の場合は入場券というか、その時は、腕にこうリストバンドをはめられました。で、こうタタタタタとこう出てきたものを、これがちょうどこの時のですね、もので、ここにこう、確かね、その時自分左手に、グッズのバンドをはめてたので、右手にこれをこうつけられたんですよ。こうつけられて、ちょっと下げますね。ごめんなさいね。うまくできないので。で、これをこうつけられて、っていうかうまくできん。まあ、どっちにしてもうまくできねえんだけど、ごめんね。こうやってつけられて、もう、外してしまったら、中に入ることができなくなりますので、お気をつけくださいって言われたんですよ。で、この時に、つけられて初めて見たんですよね。このアリーナ、A5、ブロック、で、1列の5番。いわゆる、1列目ですね。一列目だったんですよ。で、これ奇跡的になんですけども、この日も実はこの講師の、ソロだったんですけども、同じ9月22なんですよ。9月22。まあ、たまたまか、あれですけども、この日も9月22で、で、2010年も9月22と。で、しかもこの日自分の誕生日ということもあって、現地に行って、入場ゲートでこれをね、腕にはめてもらった時に、発狂しましたね、さすがに。うわーってなっちゃいましたね。だってもう、多分もう一列目、最前列なんか取れることなんて絶対ないから、ほんとね、びっくりしたもん。うん。で、これをもうずーっともう腕にはめた状態で、ライブに参戦という感じですね。で、その時はね、このアリーナ、確か SS 席は、手前から20列目くらい、ですね、手前から20列目くらいまでの前の席の人が確か、SS 席で21列目からは S 席みたいな感じなんですよ。なので多分ね、ドームツアーとかもそうだと思います。確か、マジックツアーだったかな、マジックじゃないや、どれだったかな、あ、カモンの時も、東京ドーム行った時に S 席で、その時4枚取ったんですけども、その時がね、確かね、26列目か22列目かそれくらいだったんですね、S 席で。で、
にもかかわらずほとんどもう SS と近いほとんど変わらないような席ですっごい前で見ることができましたもんね。はい。でまあ SS でね、あの手前の席になると、まあ、何がいいことがあるかといえば、ステージから、投げられるメンバーの、ね、ピックだったりとか、あとはあの稲葉さんがね、口に含んだ水をね、プシャーってやったのがかかったりとか、まあ、そういうこともあります。で、まあ、その時は、ソロだったので、まっちゃんはいなかったんですけども、その時のサポートのギタリストで、ヨギさんってヨギロニッチさんですねっていうあの方がいらっしゃって、でギターをサポートで弾いてくれてたんですけれども、やっぱりあのステージからピックをいっぱい投げてくれまして、でその時、ね、ヨギさんのこれピック、ヨギミュージック.com って書かれてますけども、これを、ゲットしました。でね、ステージから1列目、まあ、最前列までステージがここだとして、で、最前列の人がまあこれくらいまでだとすると、ここがカメラクルーがすごい、カメラを持って、このカメラクルーがカメラを持ってこうすごいカメラを撮りまくるんですよ、前すごいね、移動しまくるんですね。でもピックがあのすごくこの幅がありすぎるもんだから、投げてもステージからこう投げてもらってもこの辺くらいまでしか届かないんですよ。で運がいいと本当にあの手元まで届く時あるんですけども、結構この辺とかに落ちたりとかして、で優しいっていうか、親切なクルーさんはこのライブ中はあれなんですけども、 MC とかが終わって、暗くなった時、あとはアンコールが始まる前の長い期間ありますよね、ちょっとアンコールみたいなのやってる時の、その時の間にこれピックを拾ってくれて、その前にいる人に手渡ししてくれたりとか、まあそういうこともあります。なのでね、一番前だとやっぱりそういったもの、まあ、ピックだったりとか、あの紙吹雪じゃないけどもそういうものだったりとかはやっぱ取りやすくはなりますけれども、基本やっぱり SS 席っていうのは本当に難関だと思います。で、本当に自分も SS 席を取れたのはそのこのソロが1回だけですね、1回だけで、あとはもう SS で頼んでも繰り下げ当選にもなってしまうし、しかも SS からの繰り下げ当選の場合は S の席よりもさらに後ろになるんですよ。なので、どうなるかは分かりませんけれども、 S 席で確保していた方がもしかすれば SS 席から落ちた時よりも前になるっていう可能性の方が高いです。まあ、今回もね、結構もう申し込みとかもされてる方もいて、もうチケットも繰り下げ当選だったりとか、まあ、落ちたって方もいるし、やっぱあの取れたって方もいます。で実際昨日か一昨日くらいにも自分 も、もうエピックナイトの引き換え券、入場引き換え券発送になりましたっていう通知が来ましたので、間もなく、まあ、多分届くと思うんですけれども、今心待ちにしております。で今回は S 席で、4枚確保しております、私は。という感じで、もう多分ね S はねもう1回 SS は1回取っちゃってるから、もう二度と、取ることできないだろうなと思ってます、自分としては。なので、多分今後はもうずっと、S 席で、挑戦しようかなと思ってます。多分ね、でもねこの日9月22日ってのは本当に自分の誕生日なので、まあそういうのもあって、まあ粋な計らいで、最前列にしてくれたのかなとかって思ったりもしたんですけども、でもね、同じような感じで、この日も、SS で申し込んだら、S の後ろで、スタンドのすんごい上の方だったっていう、こともありましたので、もうはっきり言って、もう本当にチケットなんか運だよね、運次第だなと思いました。これも本当たまたまだったのかなと思ったりもしてました。運だから運じゃないけども、ということでね、まあ最前列だった時は本当にもうびっくりっていうか、もう何とも言えない、その日はその日でやっぱりエピックデイでしたね。はい。でまあこれからもね、まだ、ライブでねエピックデイ、エピックナイト始まりますけどもね、皆さんそれぞれ楽しい思い出を作れればいいなと思っております。ということで、今回は SS 席を取った時の
思い出をちょこっと語らせていただきました。以上、ゆうくスターダストでした。